早稲田大学商学部の英語をやっていきたいと思います。22年ですね。答え2つじゃん、完全に。あ、答え割れてますね。自分 C 選んだんだけど、よゼミ D になってる。え、次は難しいね。ホーンデススケールですね。常にやってますね。統計だからね、同じ問題やってるんですよ。ビットコイン的中しましたよ。背景知識講座。ハローでは始まりました、まちゃチャンネルです。ちょっと跳ねてますが、はい、今回はですね、早稲田大学商学部の英語をやっていきたいと思います。2022年ですね。なんかね、簡単な問題と難しい問題ってなんだ、問題が混在してるって感じですね。瞬殺できるじゃんっていうのもあれば、いやいやこれちょっとむずすぎないっていうのが混ざってる感じで、早計レベルの勉強をしてる人、語彙とかねの人にとっては、他の学部より簡単に感じる人が今年は多いんじゃないかなと思いますね。ただしその早計レベルの語彙が入ってない人はむずいと思うという感じですね。まあ差がつくというか、スピードに差がつくなっていう印象ですね。で、優しい問題も多い、あくまで早計レベルですよ。ではまず最初、会話問題って言いましょうね。はい。いろんな表現選ぶんですが、一個イディオムがドンとむずくて、あとは入れられるんじゃないかなと思いますね。最初が、Gene, I'm glad to hear that は超簡単ですよね。で、次の、I should warn you though ですね。警告しとかなきゃねって言って、後ろに Green Thumb がないって言ってるからわかるんですよ。Green Thumb っていうのは、この庭、ガーデニングとかいっぱいやる日、たくさんこの親指が緑になるっていうとかね。そう、だから園芸とか得意じゃないよって言ってるわけ。次が、I'm happy to help だからこれ簡単ですね。問題は次の、Better you than me っていう表現ですね。Rather you than me で覚えてる人もいるとは思うんですが、知らない人も多いんじゃないかと思いますね。あ、自分じゃなくてよかった、この寒いとこ行くんですよね。そう、だから、あなたが行く、私じゃなくてっていうやつです。で、この表現は知らない人がほとんどだと思います。で、最後、I owe you one ですね。ありがとうっていうお礼を言うときに使う表現ですね。あなたに一個貸しがあるみたいなですね。はい、続いての表現ですね。次はイディオムの意味ですね。I won't hold it against you ですね。はい、これも出たことあるんで、過去にどこで出たかな。怒るっていうことですね。なんで、怒んないよってことね。まあこれ文脈でも全然わかりますね。続いては、You got it! その通りってやつなんで、答えは You bet! ですね。はい、You bet! にもその通りっていう意味がありますね。確信してるっていうとこから来てるんで、ほら、bet って賭けるっていうじゃないですか。うん、ちょっとギャンブルの話はどうかと思うんですが、今。はい。賭けるってことはそれだと思ってるってことなんで、そこから来てる表現ですね。Whichever works for you! ですね。まあこの work とかね、よく使いますよね。そのオプションの中から選べるよってことで、P ですね。You can choose among theseオプションズが正解。で、次は it が指す2号。これは簡単ですね。Wyoming temperature。これはできた人がほとんどでしょう。で、最後の並べ替えがちょっとね、どうなのって思ったよね。これまあ不要な語が2つ含まれるんですけど、答え2つじゃん、完全に。Can I come by your place? って言ってもいいし、Can I drop by your place? って言ってもいいし、どっちでも合ってるじゃん、訪れるって。なんで答え2つになっちゃう問題作るかね。うん、ちょっと理解できないですね。1つに絞ってくださいよ、これ。これでだってさ、時間食っちゃう受験生どうすんの？どっちだろうって言って悩んで。こういうね、悪問みたいなのは作んないでほしいよね。はい、ちょっと直しますか。それでは大問2からいきますね。長文に入ります。最初がね、まあ運動した方がいいよみたいなやつでしたね。運動することいい点があるんだよみたいな。最初がこの We need to learn how to be comfortable with being uncomfortable。で、それが B、Better deal with stressful or problematic situations in life。ね、こういろんな状況で、ね、役立つわけですよ。で、Second paragraph で言えるのが2番ですね。で、3の述べられてないもの。あ、答え割れてますね。自分 C 選んだんだけど、よゼミ D になってる。河合は C ですね。え、C じゃない。More spontaneity and less restraint でしょ。え、More self-restraint じゃないの。ところ C が矛盾してると思うんですけど、割れるかここ。で、次の空所補充入れるやつ、これはもうできなきゃダメですよ。最初が rules out fatigue as a factor、ね、疲れっていうのが要因だっていうのをこう排除する。この rule out はすでにやってますね。早計だからね、同じ問題出るんですよ。どの学部でしたっけ、もう解説してるよね、しょっちゅう出る。で、 regardless of 関係ないはこれはもう文脈でわかるし、 perceived risk from real risk って書いてあるので、これがそうです。分類のソートアウトね、分けるっていうのは文脈で絶対いけなきゃいけないし、次の into もできますね。 dividends、 この配当とか利益っていうのが that carry over into other areas of life、 運動することによってね、得られる利益っていうのが他のところにも行くんだよっていう、これがトピックですから。次は back him up、 はい、サポートですね、バックアップ。次が demeanor、 はい、態度
なんで、manner が正解です。で、次が impart ですね。impart 伝えるだから、convey が正解。これ、むずいよって思う人もいると思うんですが、早慶だったらできなきゃいけません、この問題は。え、次は難しいね。hone this skill ですね。hone には磨くっていう意味があるので、sharpen が正解ですね。で、続いて意味の近いもの。in a world where comfort is king, arduous physical activity provides a rare opportunity to practice suffering. で、この arduous とか arduous っていうやつですけど、これが分かんなくても、コンフォートの逆だって分かれば大丈夫。骨の折れるとかですよね。だから A が正解でしょ。で、まあ、This が指すもの。まあこれ簡単ですね。はい。A が正解ということで、大物には本を除いてだいぶ楽ですね。早慶レベルの単語が入っている人であれば、一問ミスでいける。続いてダイモンさん、childhood amnesia ですね。小さい時覚えてませんよってやつですね。これね、何度も出てるんですよ、入試問題で。だからこのトピックは知っといて構わないですね。毎年出てるでしょ、どこかは。毎年は言い過ぎかもしれないけど、もう何度も出てるし、何度も教えたこともあるので、これに関する英文。はい、 TF 問題、今年は TF 楽でしたね。2つとも他のダイモンにも出てくるんですけど、FTFT、思いっきり最初の long term memories はあるって書いてあったし、ネイティブランゴイチ影響するよっていうのもあったよね、この記憶に。で、トリートメントを探してるなんていう話出てないし、このレマニッシングも出てきてましたよね。はい。回想するとかですよね。っていう感じで、やっぱりね、今年はさ、優しめって感じじゃない。最初、マチュアとグローの言い換えは超簡単でしょ。で、次が、フルエントがアティキュラットですね。言語のね、流暢なやつですね。で、次がクロノロジーとタイミング。クロノロジー、年代は何度も出てるしね、こんな。アップフォーワードね、まあ出すとかのやつなんだけど、これは知ってればできるけど、知らなきゃ無理って諦めるイディオムじゃないかな。消去法でも一応いけるか。で、次は pre-verbal ね。これは文脈でいけたでしょ。これね、辞書によって載ってないんだね。知らなかった。この言語を習得する前のやつね。でも文脈でバッチリいけるはずです。pre-verbal memories are lost でいきますね。で、次は simply recounting ですね。はい。こう順を追って説明するとか。これもむずいと思います。ただ、早慶レベルでは、まあ、確かにできた方がいいかな。って思うかな。次は relatedness は、これも逆だってすぐ分かるんで大丈夫です。前に書いてある autonomy、 これと逆を選べばいいので、 autonomy の逆だから B とか D は逆じゃん、独立側だから、はい、答えは C っていうのを選べます。で、最後並べ替え、 forming memories down with maintaining them、 これまあ同じ形を使えばいいですね。比較級と前に be less with ってあるからね、同じ形が来ていて同名詞で、で2回目だからメモリーズは全部に変えると。で、フォームとメインテイン、どっちが先かって言ったら意味でちゃんとフォームが先って分かりますね。これ同じポイントだよね。後で出てくる並べ替え問題もね。楽だなと思いましたね。で、次が、はい、エルサルバドルがビットコイン導入ってやつですね。はい、これビットコイン的中しましたよ、背景知識講座っていっぱい声が来たやつ。そうなんですよ。だから見といた方がいいんですよ、ユーテラ。皆さんちゃんとね、チャンネル登録しておいてください。はい、内容1問題、A、かな。まあ、これは、背景知識あった方が読みやすくて断然スピードが変わるかなと思います。あの、だから内容1自体は難しめというか、引っ掛けがね、いろんなところに書いてあるものが載ってるんで、その分時間がねかかりやすい。だけどやっぱ状況を知ってれば、そのビットコインのね単語もわかるし、クリプトカレンシーだとかさ、変に時間をかけなくていける問題でしたね。イーロンの意味に近いもの。Perfect Laboratory ですね。もう実験室になる。完璧な実験室。そう、そこの場、エルゾンテっていう場所がね、クリプトカレンシーを使うのに実験するのいい場所ってことで D でしょ。で、次は The project has not been without its obstacles ですね。はい、obstacle。障害だから、障害がなかったわけじゃないんだって。だから、あるんですよ。で、答えが B。で、はい、次がまた並べるやつで、not just holding Bitcoin, but spending it too ですね。ほら、同じ形を並べていて、最初がビットコイン、2回目は it に変わっている。ホールディングの方がスペンドより先だからっていう同じパターン。ちゃんと not just A but B too ですね。だから not only A but also B と同じやつ。either A or B で作っちゃダメ。で、次が doing so do so だから簡単、受けるやつね。これも超簡単で、その後も文法ですね。have struggle to do の形だから C。で、remain to be 過去分詞です。これ remain to do って覚えてる人いるんだけど、やめてください。remain to be 過去分詞で必ず覚えておきましょう。で、次が、take quite a while to implement ですね。受動態できませんよ。そのまま行きましょう。実施する。昨日のね、トイックにも出てましたけど、インプリ。はい。この大問は内容1ですね。内容1が解けるかどうか。文法だったり、並べ替えだったり、言い換えはだいぶ優しい。やっぱ背景知識があると良かったね。
で、最後が、ダイバーシティ、多様性があった方がいいね。女性とかがいた方がいいよ。会社にはっていうので、慶応の賞とバッチリ被ってますよ。大門4は社学と被って、大門5は慶応賞と被ってる。最初が FTFF ですね。これも簡単でしたね。TF 問題やりやすい、ね。1なんか思いっきりインクリーシングの逆だしね。で、2番はクォータイルで4分の1っていうのがね、ポイントでしょ。で、3、4も矛盾してるから楽です。次、はい、1回。アファーム、はい、コンファームに変えられるとかっていうのも聞きそうだし、サブスタンシャルが、はい、コンシラーボーに言い換えられる。もうこれ何回も言ってますね。もう過去の動画見てください。好評動画で何度も言ってるし、そもそも河合塾の授業でも、早稲校の授業でも何度も言ってる。これは出るから、テスト本番で本当に出たって思ってる受験生めっちゃいるはずです。何度も言ったから。次のコンペリングとコンビンシングも来そうです。もう何度も出てる。もうしょっちゅう出題されてる。説得力のあるですね。はい、次、空所法図。As a result は、はい、因果関係が成り立ってるし、次の Despite this はすごく簡単だったね。で、3は Gone backward ですね。はい、逆に悪くなっちゃってるってやつね。まあ、Even とかもついてるから簡単です。次が、ちゃんとマイナスの単語が来なきゃいけないって分かんないといけないですね。だから Penalty です。なんか Steep と相性がいいのはとかって考えてもダメですよ。ちゃんとマイナスだと思ってください。はい、続いて並べ替え。これね、The higher the representation, the higher the likelihood of the outperformance ですね。この outperformance に関してが書いてあるから、ハイヤーなのか、ローアなのかですね。このライクリヒットが。それがちゃんと文脈で分かんないといけない問題。文法問題でありながら、ちゃんと意味も分かってないといけないという問題です。ザプラス比較級ね。ザが4つもあるっていうね。次の数値を入れる問題。これは簡単ですよ。最初はだって、1% アップした15からだから14になるわけで、その時点でもう E か F に絞られるでしょ。で、まあ、ローはどうでもよくて、もう自動的に決まってるから。歯がアップして 14% になったって言ってるから、もう歯には12しか入らないですよ。15だったらアップしてないから。だからこの時点でも答えは出ると。じゃあ、胃と歯の数値のところさえ分かれば答えが出るというすごく簡単な問題です。という感じで、統計レベルの人からすると高得点勝負って感じですね。で、ところどころ難問が入っているというのが印象でした。はい、ぜひ受けた方は感想を書いてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.